ブライデンバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍西部の町村である。この町は、その首ウである、最大集落の名前をとって、町名としている。この首ウは913年に、初めて文献に記録されており、この地域の最も古い村落の一つである。ブライデンバッハは、北は、ビーデンコプフ、東は、ダウトフェタール、南は、 シュテフェンベルク、西はエッシェンブルク及びディーツヘルツタール、バートラースフェと境を接している。この町は、以下の地区からなる。アーヒーエンバッハ、ブライデンバッハ、クライングラーデンバッハ、ニーダーディーテン、オーバーディーテン、ビーゼンバッハ、ボルツハウゼン。ブライデンバッハの町議会は27議席からなる。 クリストフ・フェルクルは2012年10月28日の選挙で61%の票を獲得して市長に選出された。1974年の町村合併前の旧ブライデンバッハの紋章が合併後のブライデンバッハ町の紋章としても使われている。図柄、白地に幅広の逆斜め破体。その中に金の二重のボルフスアイゼンが描かれている。 ブライデンバッハには多くのスポーツ施設があり、首湯には3面のグラウンドがある。これは通常無料で自由に利用することが可能である。また同じく首湯には2つの体育館と5つの小体育館、ペルフタールハゲがあり、各地区には少なくともボルツプラッツ、またはサッカー場がある。ニーダーディーテン地区には屋外プールが、クライングラーデンバッハ地区には、 スキーリフトを備えたスキーゲレンダがあり、この街はレジャーに魅力的な街である。ブライデンバッハのプロテスタント教区教会主流のブライデンバッハ地区はよく発達した工業地区である。ショッピングや余暇のための多くの施設により、ブライデンバッハはこの街及びその周辺集落の中心となっている。ブライデンバッハには大きな工業地区があり、例えば、 ベーバー・マシーネンバウ、クリストマンド、プファイファー、ボデラウスのブレーキ工場といった成功した企業が立地している。オーバーディー店に新しい産業地区アウフ・デム・エイバーバッハが作られている。首有のブライデンバッハでは2600人を超える非雇用者が働いている。ブライデンバッハは RMV の公共旅客交通網で結ばれている。以下の路線がある。 ありがとうございます。